いいの。用途、雑談。50代で、老後、資金の準備がない、というのが 73%。これ、恐ろしいことである。50代といえば、もう定年に近い。それが、老後資金の準備なしが 73%。50代といえば、もう慌てて、老後資金の準備はできない。その50代の 73% の人はどうすればよいのか、全く見当がつかない。それが日本経済の、日本の実情である。こういうふうな人たちがいずれ60代になると、もう全くお手上げ、生活保護に走るしかない。しかし国も無限に生活保護を与えるわけにはいかない。こういう人たちが日本にはこの 73% の人は大抵全部が生活保護に走ることになる。その生活保護が日本の将来の経済を考えた場合、全員に生活保護を与えることができなくなる。絶望的な 73% の人の将来の生活、絶望的な日本のありようけど、この 73% の人たちは今も言うたように今更手を打って老後資金を準備することができない。こういうふうな現実を皆さんどう見るか。